三田誰に合わせるか。クリスランかヘッド決めてきた。クリスラン飛ばして、そしてプロデビュー戦の椎橋がプロ初ゴールを決めました。逆転仙台2対1。セットプレーで奪ったその1点はプロ初スタメンのこの椎橋が決めてきました。いやー、清水さん、大きな仕事をしました。いや、本当そうですよね、はい。まあ、クロスもミドルクロスも良かったですけども、まあ、クリスランの裏から入ったと思うんですけどもね、これね、ここ、怖がらないで頭から行きましたよね。あ、本当ですね、ですから、まあ、本当に彼にとったら非常に大きいでしょうね、これね、それとやっぱりまたやっぱりエスパルスはセット